社のストライキ参加者は就労にあたっての準備の開始をお願いします。同じように社員と同じように仕事しているのに、格差がありすぎて、できれば昨日亀井大臣が発言した通りになって、私も正社員になりたいです。よし。で、そのためにも、実は今まで私は組合員という公約にしなかったんですけど、これを機に公然化して戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、賃金引き上げゼロ回答は許さないぞ。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 正社員非正規の賃金を上げろ。正社員非正規の賃金を上げろ。一言聞かせてください。いや、久しぶりなんで、なんか腕章が眩しかったです。久しぶり、どのぐらい久しぶりでした？もう、何十年。ああ、そうですか。今回でもね、組合を超えてやったってすごいですね。そうですね、私去年もやったんですよ。そうですか。で、まあ2年連続ということで。やっぱり当局ピリピリします？ストライキ。いや、お互いにまあもう合法ですからね、ストライキはね。だからまあ正々堂々と。よし、じゃあ入りますかも。はい、はい、じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。どうも、ありがとうございました。じゃあ全体でストライキ参加者はマスクでお願いしたいと思います。頑張ってください。大変ご苦労様でした。一番の要求なんですか、今回。今回はね、まあ特にね、一番優勢で大きい JP 労組が一つは賃金要求自体をしない。それに対して私たちはもちろん内部留保もあるし、賃上げもできるんだと。でそれと同時にやっぱり非正規の正規化っていう問題についてはね、郵政の民営化見直しが始まって、亀井大臣もそう言い出してるんですよね。だから単なる後張るんじゃなくて、やっぱり今21万を超えてるっていうかね、日本で最大の要するに非正規を抱えた企業なんだね。しかもそれがほとんど200万以下っていうのは、やっぱりね、これ是正しなきゃ絶対いけないんだというところですね。前、うん、特定局にいたんですよ、私。それで、その時に不当な嫌がらせとかを受けてて、たまたまそれでインターネットで調べて、のユニオンのホームページを見つけて、それで連絡をして相談に乗ってもらったんですよ。いろいろと悩んでる人とかいると思うんで、郵政非正規労働センターとか、ユニオンのホームページとかを見て気軽に相談してください。皆さん親身になって相談してくれ、聞いてくれるから助けられますので、頑張ってください。分かりました。ありがとうございました。あ、どうも。